チェルノブイリ原発事故の2、3年後から子どもたちのがんが多くなりましたが、福島の子どものがん発症も増えています。また、事故現場周辺はもはや住民が戻ることができません。これほど残酷なことはありません。安倍総理は所信表明演説の中で、ふるさとの